SP は激務だぞ。 SP の仕事は警護することで逮捕することではありません。誰でも要人に向けて引き金を引ける時代なんです。何があっても俺たちが守ってみせる。お前が関わってる事件はそんなに単純じゃないぞ。仕方ないだろう。大義のためだ。お前たち4人で与党幹事長の警護。君たちのところの井上とかいうのなんか目障りだな。公務執行中の殉職という形が望ましいな。仲間に引き入れる予定ですから。できるのかい。 SP の崇高な精神を、命を守る大切さを、私はあなたから教わったんです。日本国と皆様方のために粉骨砕身いたします。俺が育てたチームだぞ。残念だよ。本当に残念だよ。いや！ SP 野望編。